い年を聞けばいいなんて間違えておるの。よくよく俺はほう恐ろしい。おいまっさしく竹の主じゃないかの。うっかりしてたわしが飲みがいいとこだったら。でも我々これしまった。もしもし、これはあなたの斧ですね。マナーモードかけておらんの。まあ返してやるかの。ただしお前が私の刀ここで見たって言ったらどうにも話さないで約束しろ。お前もし約束破ったらお前マナーモード解除するんだよ。お前お前たちは滝の主の新聞を見たことあるかい。わしは見たことがあるの。それは立派な猿じゃった。これ本当の話だよ。でしたの約束で俺は今まで何を話しかったんだぞ。いやーこれ好きしたの。昔の話だ。でも話入ってきた。やっぱり最後死んだんだなと思って。ああそういうあれだね。ここに行く道がないもん。でここから見る感じよやっぱり。なんかあんのかと思った今星野がなんか言ってるから。なんもねえよ。なんもねえよ。ここだなやっぱり。こんなもんでしょう。よし。行ってこい。これはすごくない。どっちのイノシシがいい。あの手にも耐えられることもできるんで。お、本当だ。でもさ、ああ、ちらっと鼻に顔出る。やったぜ。よく思ったらさ、さっきのさ、あの快活でのさ動画さ、ずっとさ俺がさこれさ所有してからさ、俺ずっと俺が撮られてることになってね。俺だけ撮られてずっと思う。シャワーの時も撮ってたし、ずっと俺な。だから今は星に映してる。はい、星野だぞ。星野だぞ。みんな来たか。星野だぞ、ザロース。星野だぞ、ザロース。ジュダイ。ジュダイ、俺とデュエルしよるだろうです。最強だぞ。最強。恐竜デッキ、最強だぞ。もう一回遊べるぞ。もう一回遊べるザロース。見てみる、中。やってるかな、もう分かんない。やってそうだよ。なるほど。お、これ行こうかなと思ってるところ、割引券やん。やったぜ、これいいよ。ちょっと迷ったところやんけ、行くか行かないか。よし、やったぜ。ラッキー、入って正解だわ。ナイスアンドロスター。ここに、先回しがね、俺らの動きを。
揚げさんって結構うまそうな日本酒。酒が出てるかな。うん、酒が出てるかな。誰に？ゼミで。ゼミでやるね。教授がめっちゃ日本酒好きなの。あ、そうなの。出かけるたびに買ってきゃよかったなって思うけど。わさび酒にしようぜ。わさび酒さんのルービー。なるほど。うん。なるほど。今日行こうとしているところはないかな、何も。ああ、なんだ、宿泊されてる人か、土井温泉に。宿泊したら半額なんだ、金山。マジか。これないな、でも、行くところは。いや、そうだ、自由か、行くか、行くか、行くか。喫煙所いるわ、そこ。喫煙所でくつろいでよう。なんか、タルみてぇになってんな。おい、セット。よっこら、セット。割引券、ちょっと内容見るか。結構安くなってんのかな。100円は安くなってそうだった。昨日壊れたと思ったライターが生きてる。みんなも見るか。うん。80円引きか。まあでもないよりはいいよな。うん。なるほどな。どうん、いや80円引きだな。ないよりは全然いいけど。金屋店、ああ、まあまあ面白そうだな。まあまあ面白そうだな。本当金山に入れるんだな。校内巡りが面白そう。あ、いや俺が前行った足尾銅山とか似てる感じだ。なるほど。うん、そんな時間かんねえな。780円だけど、早々に出てくることになりそうだな、これ。あれ、時間仕上げ、これやってみても面白いかもね。30分間に砂金を30個入れればみたいな。温泉から砂金を取り出す。マジか。ポッポッポッて、それ持って帰る。あ、持って帰るの。金面白そうじゃない。結構面白そうだよな、ね。あとこういう昔の金の取った鉱山の洞窟の中入れる、うん、あ、鮮魚箱持ち上げたり、うん、昔のあの黄金で作られた芸術品を見たり。あ、金塊に触れんじゃん。すげえ。
ほう。すげえな。14,250キロ、世界一の最大金金塊、時価12億。それひ、あ、そう、品位すごいな、999.9。超いいじゃん、純金じゃん、完全に。持って帰ろうっすね。どういう？すいません、12億ください。時価12億ってやばいな、今金の価値落ちてんのに。相当やばい。うん、よし。まあこれは行ってもいいかもしれないな。あとは状況に応じてこの中でやる内容を切り替えていこう。どれをやめるかみたいな。見どころいっぱい、カメラを忘れなくって書いてある。写真も OK だね、どこも。この安心感は強いよ。ここは心置きなくね。うん、これは正解っぽいな。なんだ、滝下まで見えねえのかと思ったけどさ、まあ時間かかんなくていいなと思ってよ。うん、昨日いっぱい見てるから、とりあえずは滝もいっぱい見るわ、寺はいっぱい見るわ。昨日ね、夜更けてしまったけどね、絶対7ダル終わらせておいてよかったんだと思う。7ダルね、あ、こんだけ余裕かまして今日見てたら結構ね、死にそうになると思うよ、あれ。時間食うと思うよ、あれ。まあ時間はあるし、ゆっくり歩いていこうぜとか言ったらおしまいで、あれ。うん、そしたら意外と時間食うから、あれ。今日に回したのは正解だった。よし、よいしょ。